林業を基礎に、製材から建築、そして物資の保管をボットたちに任せた。これからこの星に生命体を誕生させるには、食料が必要不可欠。食料を得るためには、さらなるボットと資材が必要になる。しかしボットが増えれば、管理の課題が吹き出してくる。そう、資材の在庫確保や物流も考えなくてはならない。食料調達への道。まずは、ボット作りを効率化したいと思う。ボットにボットを作らせる、そんなことができるんだろうか。現在のボットのメモリ容量は、わずか 12KB。うむ。そもそもボット作りは、材料と工程が多いから、ボット一人では到底対応しきれない。だから二人で力を合わせてもらおう。なるほど、建築班と同じように材料を持ち寄って作るのか。しかしプログラムの繰り返し処理はどうするんだ？無尽蔵にボットが増殖し続けやしないか心配なんだが。そこは材料の在庫を操作することでコントロールしていこうと思う。なるほど、材料を与えすぎなければ作りすぎもしないということか。まずはボット開発担当として、プライム君と B 君にデビューしてもらおう。プライムは木の板と柱、B は丸太と木の種を担当だな。木の種だけ私がコンテナに入れることにするよ。つまり木の種を入れた数だけ、ボットが出来上がるわけだな。製材品の在庫切れが目立つので、林業班を全体的に増員した。建築班がコンテナとパレットを作りまくっているから、無理もないな。そのうち、木そのものも増やした方がいいかもしれない。必要になった時、段階的に手を入れていく予定。建築班にはコンテナの追加発注を出しておこう。入れ物は、いくら作っても足りないぐらいだろうからな。うん、完成品は回収しとく。逆にコンテナから溢れているのが、採掘班の石だ。ふむ、一番乗りで倉庫エリアを使い始めたいと思う。これも持てるだけ持って運び、それを繰り返すプログラムだな。その通り。今は我が帝国の創世期だから、林や採掘場などの現場から、直接別の現場へと運び入れているが、供給が安定したものから順に、中央倉庫を経由して別の現場に搬出したい。なるほど、輸送するのに、ボットが2倍必要になるものの、プログラムの変更がしやすい物流システムってことだな。今後の発展具合によっては、班が丸ごとお引っ越しすることもあり得るし、初回の動画でもあったように、一箇所プログラム回収をした影響で、他班の仕事が滞ってしまう、いわゆるバグ状態に陥ることもある。プログラムも物流システムも、状況の変化に強い仕組みが求められるな。ま、これが正解かどうかは、やってみないとわからないところでもある。さて、採掘現場から倉庫行きのボットが、2台稼働し始め。続いて、倉庫から道具班の石置き場まで輸送するボットも動き始めた。おお、上から俯瞰してみると、ちゃんとその通りに動いているのがわかる。お利口さんです。しかし3つ以上持てないんかいな。もっといいボットを作れるようにならないとね。今のところ、石と枝は在庫に余裕があるから、道具を作り置きしようと思う。それは明暗。斧シャベルツルハシ、それぞれの保管用コンテナを設置し、職人に一人ずつアシスタントをつけてあげる。職人のプログラムは変更なしで、作業台がからの時だけ道具を作る。出来上がった道具を取り、箱に収納するのを助手が担当するんだ。助手には、保管庫がいっぱいになるまで繰り返すようプログラムした。ここに道具を取りに来ているボットたちのプログラムも、箱から取るに変更するんだな。徐々に変えていくよ。おや、いつの間にか道具生産の基礎計画を達成していたようだ。どんどん進めよう。続いて、最初から手がかかっているネジ巻き作業をボットに頼もう。ぜひそうしよう。実は試験的に1台動かしているんだが、もうめちゃくちゃ楽なので、どんどん増員していきたいところだ。ネジ巻きも、木こりなどと同じで、一人のボットが対応できる範囲に限界がある。ふむ、では班ごとに一人ずつ、メンテナンス要員を配置するイメージか。そう、まずは一人ずつ。プログラムは超シンプル。範囲内の電池切れボットのところへ移動して充電する。実際は充電じゃなくてネジ巻きなんだけどね。ははは。少しタイミングをずらして、各班二人体制にしたいと思っている。
なぜなら、ネジ巻きメンテボット自身もまた、ネジ巻きが必要なボットの一人だから。言われてみればそうだ。ネジ巻きボット同士でいたわり合いながら、他のメンバーのネジを巻きまくるわけだ。そういうこと。さて、食料だけど、手っ取り早く、低木のベリーを育ててみようかと思うんだ。ちょうど開発の妨げになっている低木が、建築エリアにある。あそこに設計書が置けないから邪魔なんだよな。除去するついでにベリーを集めておいて、後で植えるべき場所に植え、育てればいいんじゃないかな。そうしよう、シャベルで掘ってしまえば除去できそうだ。今後もこういった整地目的での低木掘りは、需要がありそう。むしろ本体より先に現場入りして、しくしくと準備を進める精鋭みたいだよな。彼らは低木除去班として、一つの組織にしとくよ。木を掘ること、落ちたベリーを集める子、遠征をするようになったら、ネジ巻き部隊も参加させよう。それがいいな。そういう意味でもう一つ整地しておきたいのは、この牧草だよ。これは、倉庫エリアの広い範囲を占めてる牧草地帯か。そう、倉庫に物が入り始めているから、そろそろなんとかしなくちゃいけない。牧草除去班も作って、やっちまうか。そうしとくよ。牛さんを飼えるようになったら、この刈り取った牧草を植えてあげよう。ついでだからキノコ除去班も作ってしまうよ。整地していかないと発展しないからな。それでは、ベリー園を作り始めよう。この辺りに、ベリー園とキノコ園を作ろうと思うんだ。なんで掘っているんだ？芝生の上にベリーは植えられないんだ。そういうことか。ボットに頼んでもいいんだけど、ちょっと思うところあって自分で整地してみてる。ほほう。木や低木を横切るとき、私自身の移動速度が落ちているんだ。ってことは当然ボットの移動速度も、同じように落ちるんだろうな。おそらく。だからあまり密集させない方がいいかと思うんだ。林業エリアの、どっちらかった感じを見ていると、新しく作るところは、多少整備したいっていう気持ちもある。そうだな。さて、芝生の片付けはボットに頼んだし、整地班が拾ってきたベリーも持ってきた。ベリーは穴を掘って植えなきゃいけないから、穴掘りボットを1台作って連れてきたよ。ふむ、この子が掘ってくれている間、お隣のキノコ園も整地を始めておこう。キノコって、すっごい赤と白のキノコ、だよな。そうそう。そこら辺にちょいちょい生えてるやつ。あ、あれって、食べられるのか？え。大丈夫じゃないの？生えてるものは何でも食える派なんだけど。何その怖い派閥。それではベリーを植えていく。ちなみに何ベリーなのかは謎。惑星ウナ重のベリーだから。ウナベリーとしておこうか。キノコはマリオキノコ？ウナ重どこ行ったんだよ。キノコも植えてしまおう。ベリーはもう植え直す必要ないけれど。キノコは一度掘ったら、また穴を掘って植え直す作業の繰り返しになる。じゃあ穴掘りボットは、このままキノコ園のスタッフになってもらおう。うん、そうしよう。無事、ベリー園とキノコ園が完成した。ここに、道具を入れる箱、収穫したものを入れる箱をそれぞれ設置。収穫要員の他に、倉庫から道具を運ぶボットと、倉庫へ食料を運んでいくボットを追加。さらにネジ巻き専門要員も配置した。こちらキノコ園、順調に稼働しています。どうぞ。こちらベリー園も、絶好調。ネジ巻きボットは、仕事がない時、園の外で待機するようプログラムした。あ、ちょうど二人ともネジ巻きに出動したな。必要な時だけ園に入ってネジを巻き、終わったら所定の場所に戻って行く。プログラム上は、単に画像で指定された場所に移動しているんだな。一応、ベリー園とキノコ園の景観を意識してみたんだ。景観って話だと、ちょっと伝えたいことがある。うん？キノコ園、ちょっとつれーわ。う。かわいいキノコがモコモコしている、キュートな畑になるはずだったのに。これは毒キノコがゴロゴロ転がるカオスな畑ですが何か？いや、ここは諦めず手を打とうじゃまいか。要はキノコを収納する場所がいっぱいなのに、キノコ掘りを延々続けていることが問題。キノコ掘りのしーちゃんに、作業条件を一つ追加してやろうと思う。左手にあるキノコのコンテナがいっぱいではない時だけ、キノコ掘りの仕事をしてもらう。なるほど、たった今はいっぱいだから、その場で待機するわけだな。そういうこと。
これで掘りすぎによる毒気のカオスからは脱せると思う。これはベリーエンも同じプログラムに回収しておいた方が良さそうだね。さあ、ボットの作成をボット自らが行い、中央倉庫を経由した物流システムへの移行に、道具類の在庫確保と林業の増強、ネジ巻きボット班と整地班の活躍、そしてついに、ベリーとキノコの安定供給にこぎつけた。これで小さく単純な生命体ならばなんとか養えるはずだ。生命の誕生は間近だな。さあ、次なる一手を打って行こう。